こんばんは。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。明日10月14日日曜日の全国の天気をお伝えします。沖縄は時々日差しが届きますが、変わりやすい空です。にわか雨にご注意ください。西日本は明日も晴れてお出かけを楽しめるお天気となります。ただ山陰や近畿北部、午前中は雲が多くにわか雨の可能性があるためお気をつけください。昼間は過ごしやすい体感ですが、朝晩はひんやりします。調節できる服装でお出かけください。東日本は雲が多く、どんよりとした空です。関東は午前中ほど雨が降り、午後もにわか雨の可能性が残ります。その他、雨アイコンがついていないところでもにわか雨の可能性がありますのでお気をつけください。金沢や名古屋など西部のエリアではだんだんと日差しが届きます。日差しの有無で体感が変わります。日差しが届かない関東は一日肌寒い体感が続きそうです。東北エリアはお天気下り坂、南部は一日雲の多い空でにわか雨の可能性があります。日差しが届く北部もだんだんと雲が優勢の空になります。午後ほど雨がぱらつく可能性があるため、お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。北海道は日差しが届き、お出かけを楽しめるところが多くなります。ただ道南や道北の日本海沿岸のエリアではにわか雨の可能性があります。変わりやすい空にお気をつけください。また北海道では明日も朝晩と昼間との体感差が大きくなるため、服装に要注意です。以上、全国のお天気をお伝えしました。それでは素敵な夜をお過ごしください。